はい、到着しました。皆さん、これね、見えてるかな、白いこのこういうマスクで来てくださいね、皆さんね、よろしくお願いします。では入ります。はい、久しぶりにやってきました、魚帝国がやってまいりました。ビリー・ゲンさんです。よろしくお願いします。いきます。いつものね、あら、巨大水槽見てください皆さん、6メートル水槽、でかいのが今いませんよ。あら、ダトニオ軍団になってますね、これ。あれ、あら、でかい山のどこ行ったんやろ。まだ中に入ってないですよ、ここからね、先。すごいですね。こんなに優雅に泳いでるダトニオ初めて見ました。綺麗ね、バルブ系もこうやって見たら、あれ、すごい綺麗な、これ角のひびれみたいですね。はい、このね、入ってすぐのね、はい、水槽置いてますよ、水槽置いてますよ、皆さん、いい水槽ありますよ、これ、下に、はい、下のね、水槽行きます。お、いい魚おるやん、これ、あれ、錦鯉も泳いでおります。でっかいダトニオいますよ、これ。おお、斜め向いてるけど、これ50センチぐらいあるんじゃないですか、これ。岡さんのこと一緒ぐらいあるのありますよ、これ。皆さん、いい感じのスネークヘッドいますよ、これ。皆さん、貝ですよ、これ貝、めっちゃ可愛い、これ。これも欲しい。プラチナもいますね、ナイフィッシュ、すごいですね。これ欲しいな、かわいいな。はい、次こっち行きます。うお、コスカ選びたい放題ですよ、皆さん。ナマズここにおった、レッドテール、うちのよりちょっと大きいな、ドラドかな、あれ。僕のもちょっと分からへんな、ちゃうな、分からへんな、名前があんまり知らないんで、すいません皆さん。シルバーロアナ、ここにいました、アルビノ。ここも結構でかい水槽やからね、これね、こんな水槽なんですよ。横幅見てください、これ。横幅盆栽ちゃいますよ、これ。これ見て、これ何メートルあるね、これ。1メートル1200以上あるんちゃう、1500ぐらいあるのかね、分からないけど、どこか書いてますよね、この水槽は。あ、書いてない、すごいですね。はい、ここは、あれ前の VG じゃないな、また新しい VG かな、これ。この VG はシルバーやったもんね、ちゃうかったな。あれ、これやったかな、ちゃうな。はい、綺麗な、いますよ。ここは2メートルの水槽です。奥行き線です。はい、高さが800、最高ですね、この水槽。95万円、どんな大きな水槽でもこれ使ってます、マーフィードね。はい、ちょっとね、これ見たいと思います。これいい水槽やな。オルスですね、こういう感じで。はい、ここね、お、ここいました。以前、大きな水槽を割ったパーカーホールです。この水槽もね、ウレタンマスクのでのご入店をお断りします。こういうね、感じです。おお、皆さん、カメがいますよ。すごい、カメがいてます。
てますね。メダカ大きいね、このメダカ。これ見て、いますよ、スネークルト。かわいいなぁ。レインボースネーク。スネークヘッドはこうやって、あれいらんからね、エアーがね、いらないんで、飼いやすいですよね。ベタと一緒です。水が汚れるんでね、つけた方がいいです。はい、ちょっとこっち行きますね。水替え中輪を垂らしてしまいました。電尿金流があります。電尿金流ね、チョコレートシクリット、うん、チョコレートシクリット、チョコレートシクリットっていうのがいますよ、皆さん。え、チョコレートシクリット、オスカーみたいなね、ショート、ショート、これはショートオスカーじゃない、ちゃうんか。これはあれかな、これか、これかな、これやな。家並んでます。紅龍スーパーレッド、ね、お、ちょっと待って、これ安いんじゃないの、え、これ、え、紅龍99,000円、皆さん、この紅龍99,000円でございます。はい、次下の段ね。ここはね、値段書いてますけど、言うたら安くしてくれるそうです。皆さん、お値段をね、交渉してください。はい、大阪なんでね、交渉してくださいってことです。お話して、しながらね、ちょっと負けてとか言うてください。はい、ダトニオリアルバンド書いてる横にいます、ちゃんと。はい、写ってますか、ちゃんとね、これ。金帝化石群、極上もの、極上です。極上でございます。確かに極上です。キャッカーです。はい、極上海底化石です。化石銀龍シリーズいきますよ、ざっとね、ざっといきます。ザトニオが皆さん可愛いですね、リアルバンドで。
黄色がかってますね、これ綺麗ですね、これこれも綺麗ですよ、これこれよく見てくださいこれこれね、ちょっとワイドにしますよ、これ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 ほら、おー iPhone にしてから拡大ができるんで便利になりました。はい、マレーシアンゴールデン、ね、こういうウロコとかこう接近できるんで、はい、前のカメラはできなかったんでね、アクションカメラだったんでこうやってね、こういう風に映るんで、はい、もうね一時に撮りたいと思います。ちょっと目追うかもしれないですけど、皆さん待っててください、許してください、まだ実験段階なんで。ショートボディ、ノーザンバラブンディショートボディ、これ前折ったやつかな、え、また新しいのかな、折ったんやったら大きくなりましたね、やっぱり何ヶ月ぶりかもやからね、僕は来たんだ。この社長はね、餌あげるの好きやから結構いい形になってますわ、ショートボディですけど、だからこれレアものです。あ、ブラックトライロンがおるよ、皆さんブラックトライロンがいます、ほら見て、はい、25センチぐらいブラックトライロンがいますよ、うわかっこいい、見て皆さんこれかっこいいじゃないですか、鮭みたいですよこれお、ピラニアちゃうので、ピラニアちゃうんですか、あなたは、あなたはピラニアですか、ごめん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 カメラ慣れしてなかったです、パーフェクトリアルバンド、ショートショートショートですね、ちょっと見えにくいで申し訳ない、ショートショートです、めっちゃ魚が増えましたね、前より、そんなことないかな、増えたように気にしません、皆さんドラドですよ、ドラドドラド、お俺の好きなシリーズちゃうの、これピラニアやんか、ノータスノータス、皆さんピラニアシリーズ、おソベルノーズキャット、そしてタライロンかなんかホーリーかなんかいますね、タライロンかホーリーか、これ何これ、ショベルノーズキャット、あーなるほどな、ちっちゃちっちゃマックピラニア、これ見て4800円、もう出す、うわめっちゃええやんここに、ショートじゃない。フラワートーマン。フラワートーマン。ははあれこれ、うちにおったやつちゃうんこれ。ブラックなんとかいうやつ。お。いますよ、ここに犬いますよ、ナマズ、岩床ナマズみたいなのがいますよ、ストライプトーキングキャットって言って、もしかしてブラックアロハいません、どっかに、あ、おったブラックいますよ、ブラックいますよ、ちっちゃいのいますよ、安心サイズですけどね、でも、はい、こういう石もね、よく置いてます。そうそう、こういうね、バイオレットスネークヘッド、ここも多いんですよ。
ぱり、ね、品数が多いっていうのはいいことですよね、皆さんね。選べるからね、こうやって ね、ジャンプするからね、結構皆さん気をつけてくださいね。買いましたらね、ジャンプするからね、こうね、はい、葉っぱみたいな魚ね。